が、そういうふうにしながらやってきました。ここで立ち止まって、シュート、ホラーロボットに当たって、外に出ました。ディフェンス側に当たったので、コナンとの近い位置で、ただ、あ、落ちるかも。結構危ないかもしれないです。落ちるかもしれない。さあ、あ、戻った。触っちゃいけないですよね。さあ、ボールの方を見て、あ、なんとか、あ、これは2台とも倒れてしまいました。さあ、ボールが外に出たので、今度はオフェンス側、攻撃側が、ボールを出したので、2メートル下がってボールの中に入れられます。アンテスタイの方が。ここら辺厳しいです。まあ、試合の前にもちょっと調子が悪いか、あるいは、まあ、床の調子が悪いか、落ちそう。ギルドから落ちそうなので、ここに出されてしまいました。やっぱりポールに当てるのは世界一かもしれない。これ見えてない？すごい。怖い。ボールクリアしたいところですが。怖い。さあ、試合中でのロボットが。もう目前ドリブルで押し込むようです。入った、はい、入りましたね。これぶつかったら出して、あっ、シュート、あ、いや、まだまだまだ、ここでターンして帰れるようだったら帰らせて、あ、ダメダメ、はい、持って、次のゲームの再開までに戻ることができ
できるでしょうか。戻りましたね。戻ることができない場合は、ボールエリアの角を戻して戻らなければなりません。それで戻ることができるブロックはその前に来ることができます。ボールを前に進めてほしいところなんですが、転倒してしまいました。かっこよく立ち上がります。すごいのロボット。さあ、競り合いますが、今度は CIT ブレインズのロボットの方が強かったようです。さあ、立ち上がってボールを防ぎたいところですが、うまくボールを見ています。しかしここで試合中です。お、これは失敗しました。さあ、ブロイズボールの方に行きたいですが、ちょっとボールが見つけられずに反則行動に入っているようです。できましたが、ちょっと過ぎてしまった。このボールはポストに当てました。ボール上手すぎる。ボールゲームがあったら優勝できる。さあ、ちょっと遠いですが、見えた。試合中ブレイズのロボットちゃんと頑張ってみます。ブレイズのロボットもこの後ろを追いますが、試合中ブレイズのロボットの方がちょっと早いですね。まさかポールにまた。いや、でも、いける。いける。はい。入りました。レディなんか怪しげな方向に向いてる。あ、分かった。おお。フィジカルが強い。いい角度に。キーパー反応しましたが、ボールは青いゴールに吸い込まれていきました。6点目です。試合に行ってくる。まさか。予選と同じように大量得点を挙げています。
ールを練習になってしまいました。ステイゲルのところですけれども、これはブロイズチャンスなんですが、しかしボールはちょっと発見できなかったようです。その間に GIT メイクはどんどん、ここで